おはようございます。おはよう、ブローニャ。遠慮はいりません。したいことをしに行ってください。それとこれをどうぞ。あなたたちが休んでいた間に私が見つけてきたものです。ありがとう。どういたしまして。おはようございます。今日の授業は数学連続で、それから物理、美術、現代文と体育ですね。体育か、嫌ですね。麺が食べたい気分ですね。もうお腹が空いてきました。寝たいの。明日になったら何時間でも寝ていいけど、学校から出られるのは今日だけだよ。思い切り遊ばないと。そういえば放課後は街に出られるんですよね。よし、麺を食べに行きましょう。よし、行きましょう。やっぱり麺は美味しいですね。節度を守れば大丈夫でしょう。1ヶ月、いいえ、半月に一度食べられ、うん、
けてくれてありがとう。なんやったんあれ、ほんまにゾンビがおるやん。嘘やと思うとったのに。わかりません。でもとても危険です。夜はあまり離れた場所に行かない方がいいと思います。そやな、ごめん、うちのせいでひどい目に遭わせて。ん？その制服、うちの学校のもんやない？待って、どっかで見たことある気する。1年3組です。なんや、知らん子やったか。うち5組や。今ならもう知り合いやな。もう遅いので学校に戻ります。あなたも早く戻った方がいいですよ。なら一緒がええ。うちも帰る。ここ怖いもん。はあ、あんたがおらんかったらうちもっとひどい目に遭ってたんやろうな。あんたすごかったで。さっきのあれはカンフー？あんなに高く飛ぶなんてかっこよすぎるやん。見とれてもうた。そうや、まだ名前を聞いてへんかった。なんか言うてやん。あのゾンビって私たちの知ってるゾンビだよね。そうだと思います。あの時点で崩壊はもう起きていたんでしょうか。でもあの時の委員長はまだ一般人だったよね。ゾンビ相手に対等に戦えるなんて、さすが委員長だよ。相手の女の子も委員長に見とれてましたね。今までの思い出ではいつも一人ぼっちだったから、友達ができてきっと委員長も嬉しかっただろうな。孫にも衣装ね。今夜、あんたがパーティーの主役かもしれないわね。どうしたの？嫌なことでもあった？理解できません。6人目の律者を倒すために私たちは3つの支部を失いました。ついこの間起きたことです。確かに私たちは勝利しましたが、どうしてそんなに簡単に過去を、犠牲や悲しみを忘れられるんですか。今夜誰もが綺麗な服を着て音楽を聴きながらお菓子を食べます。でも私はどうしても死んだ仲間たちを思い出してしまうんです。だから理解できません。ふわ、もう耳にタコができるほど言ってるけど、忘却はいい薬なのよ。誰も喜んで忘れようとしない。忘却は手段よ。私たちはそれで苦しみを発散し楽になるの。人々が忘れることを選んで楽になるのを許してあげなさい。特に戦争中はそうしなさい。落ち込む兵士は戦えないのよ。髪の毛をアップにするのは慣れないわね。なんだかうなじに冷たい風を感じるわ。基地の空調のせいですね。ああ、それより本当にパーティーに行かないの？本当に？この衣装かなりの時間をかけて選んだのよ。踊りたくないならビュッフェを楽しむのはどうかしら。まあ、私はあんたをダンスホールに誘うけど、
行きますよ。そう来なくっちゃ。リラックスするのよ、フア。人々が忘れることを選んで楽になるのを許してあげなさい。特に戦争中はそうしなさい。落ち込む兵士は戦えないのよ。リラックスするのよ、フア。はい、隊長。少なくとも今夜だけは忘れて楽になってほしいです。